はいどうも皆さんこんばんは、えー、私は続きやっていこうと思いますはい、えー、前回は先ほどの認知ね認知の方から、えー、画像見させていただいたので次はね殿堂入り見ていこうと思いますまあ本当に危なかったさっきはマジで笑いそうになったちょっとね笑わず我慢できたんですけども、まあ、笑ってはいけないなのでねプライド張るところあるんで 頑張って耐えましたけど、今回は分からないですはい殿堂入り。えー、こちらでね、えー、またログインしないと見れなくなるまで、ちょっとよ読み進み進めていこうと思います。まあ、読み進めていこうと思います。はい。まあ、これは最初ね、読みましたね。はい。これ、殿堂入りだから多分きっと面白いはずなんですよね。ちょっとフラグじゃなきゃいいですけど。あれごときで、起点タックルって、わらわら、あ、ちょっと、うん、ちょっと笑っていいのかもわかんない。この勢いでね、 笑う読み方するとマジで笑いそうになるからちょっと我慢しますねうんなるほどやってくれましたね皆さんはしごどこにやったんですおおこれ見たなこれ見たな電動入り見たやつ多いのかなもしかしてこれか日本語で切れたらやばいやつって意味だああちょっと待ちあそういうことねうん確かに キれたらやばいやつ。うん。教えた日本人、国だな。うん。友達、友達だろうな、教えたのね。国はまだしもベジータの寝相が常軌を逸している。ああ。これベジータ寝てんのかそっか。ちょっと、ちょっとおもろいや。うん。うん、ちょっと面白い。届かないですね。うん。いや、近づけよっていう。近づけよ。 このガチ漫画もエロ本も持ってねえのかまさかこれでうーんおもろい。うーんこれ下ネタ系はやっぱね面白いね。うんほんと危ないね。いろんな意味で危ない下ネタ系は。 うん、これ3億円事件の話、お三3億円事件出てきましたねってなんかね、話そうとしたら、ちょっとね、これでっていうのが来てね、ちょっと本当笑えそうなりましたね。ピカチュウはサトシの呼びかけに、ピカチュウと返事する。元気なときはピカチュウと言い、機嫌が悪い時は、あはいはい、ピカチュウ、ピカチュウという。うーん ちょっとね、最初のピカチュウっていうのをもうちょっとピカチュウで生きてればね、うん、よかったかなって思いますね。ちょっと反省点ですが、ケーキを分けるのと自分の取り分が、あーケーキを分けると自分の取り分が減るので、分ける人を減らした方がいいことに気づく。あー、こうは、こういうのをサイコパスっていうんですね。はい。 物忘れが激しいマイク忘れ、あマイんは物忘れが激しいマイク忘れないように付箋を貼ったが1分後なんだよこれと言いながら全部捨てるああなるほどこれ多分ねギネス記録挑戦してたりするのかなあでも付箋になんか文字書いてるから違うか寝てる間にいたずらせ、まあ、深読みしないでいきましょうただいま食堂通過中 これはやばいこれはやばいこれはやばいうんあやばいこれはやばいようんこれはよくない <laughs> やばい画像をスクロールできない見れない見れないやばい画面を見れない画面を見れないようんあのアンパンマンが 被り物をしてるっていう構図も面白すぎる。うーん。これはやばいね、うん。うん。ちょっと目つぶっていきたいな。目つぶっていきたい。よし。はい。お歌手。政治家とゴキブリの共通点を教えてください。新聞で叩かれる。うまい。これはうまい。天道入りだわ、うん。ポイントカードは俺が出すから。かっこよくないね。 うん。得だけしようとしてるね。うん。えぇ、ー、119番通報してください。誰か、あ、誰か来てください。あなたは僕の勇気ある行動を Twitter で拡散してください。ああ。やっぱ4番の時大変だからね、理解しない。すぐ理解しないとね、つまらずいけないっていうのがちょっと難点ですけども、こういうのは。うん。いや、でも面白い。面白い。これは面白かった。 椅子にかかっている負荷ああうん右,右がね右すごいかかってるけどうんなるほど、うん、でもこれはよくできてるね女性が呼んで、えー、まあ普通体験の男が7でね、うん、だから宇治原さんも多分7なんでしょうねはいあそういうのいいからうんまあ画像のインパクトだけでこれは面白かった 絶対熱いって絶対熱いってやめ適用うんこれね前あの自分ツイッターでねこれ出したことあったので4年生たん4年生澤田たけし君巧みなドレベル澤田君はそのまま女性専用車両に入りますこれは将来が楽しみですうん皮肉皮肉圧倒的皮肉だねうんこれは将来が楽しみです うーんちょっとサッカーボールも、うん、すごいドリブルしながら女性専用車両貼っちゃうのすごいね。あ、でも一回間違って入っちゃう男の人とかいるみたいだね、焦ってね。うんだああいう時すごいこう睨まれたりするらしいからね。まあ男の人も大変ですけども。はい。ただ、ウ様、まだ、えー、ルミンの集団が襲われています。何ここ俺のセリフだっけ うん。あ、ちょっと溜めた方が良かったな。いや、早く読んだときが、早く読んだ方がいいときと溜めたときがいい、溜めた方がいいときはちょっとずるいわ。それはずるい。読みづらいよ。うん。風の予防。マスク。うがい。手洗い。したのにな。うん。なるほどね。なるほど、なるほど。いや。ちょっと待って。危ないって。俺に読ませるのずるくないそれ、ずるいよ。それはずるい。 それで読ませようとするのはずるい。うん。読むことによって笑いそうになるから。うん。ちょっとね、口を開かないといけなくなるから危なかったな。うん。ちょっとこの子の顔を見るたびにすごい面白い。うん。これでピーやって言ってると思うとやばいね。うん。お客さん、寿司を食べに来たでしょう。長年商売してるとわかるんですよ。え うんうん、まあ、あの、お客さんの絵は、あの、あの、すごいって意味の絵じゃないですよと言ってあげたいですね。はい、この店長に。やあみんな、俺だ。赤ちゃんは泣くのが仕事。俺は仕事がなくて泣く。それじゃ。ううん。うん、うん、うん、うん。うん、ちょっと寒かったかな。小学生の計算ミスにより時速60キロで歩くおばあちゃん。 なるほど。この二人のね、この運転手の表情もまたいいね。うん、この畳みかけてくる感じはたまんないね。うん、これはやばいわ。うん、これはいいね。これはいい。そんな悪い子はうちの子じゃありません。どこへでも行きなさい。ピシャボロクス。聞こえなかったのかひどすぎる。早くいなくなるってことな。 ひでえなぁ、ドラえもん。うーん。でも、こういうのも好きだよ。うん、好きだよ、こういうのも。うーん。うん、ひどいね。すれ違うものの便意をメマックスにする能力者。うーん。ちょっと、現実的に考えたら本当面白いね。画像だけじゃなくて、ちょっとリアルに考えると面白いね。うーん。 この子の,あの顔もね、目つぶってる感じもちょっと面白いね。うん。ちょっと思わず目つぶっちゃうね、面白すぎて。うん、な、なんと、初行だ。いや、一個って、お前。すごいな。うん、一振りって。一振りはすごいな。 一滴に近いからね、水滴で言ったらね。水で言ったら一滴だから、すごいね。うん、パラパラじゃないな。店員、お待たせしました。お待たせ、うん、合ってる。お待たせいたしました。こちら、ミラノフードリアです。カルボナーラ頼んだんだけど。じゃあ、カルボナーラです。うーん、なるほどね。ちょ、俺が悪かったかな、これは。最高に楽しかったぜ。 会計前に消えた。うん、ちょっとこれはね、これはもう会計前に消えたを先に見てしまったからこそ、ちょっと、うーん、ちょっと危なかったな。読め、読め前にね、笑いそうなってる時に、読まないといけないっていう、このね、この、うん、この感じやばいね。受精卵、受精卵だった頃の松岡修造。 うん、うん、多分母体耐えられないと思うけどねこれねお母さんね、うん、い,つもごいつもゴンギツネで涙するマックス先生とその隙に乗じて忘れてた算数の宿題をマッハ,マッハでするマイケル <laughs> うんなるほどねうんあ,、うん、ありそうだね、うん、<laughs> 敵軍が足止めで仕掛けたアンケート用紙作戦にまんまとはまる ああ。うーん、なるほどね。あ、はまるかって。はまんねえだろ。あ、これ、お、あ、まだか。おさげしますね。ちょっと待って、これはやばい。やばいな、これは。これはやばいよ。うーん、これはやばい。うーん、うーん、うーん。 いやこの少年のねこの少年のわあみたいなわあみたいな顔がねうんまたこれまたいい味出してんのようんその横の女性も何なんだこの表情はもう自分のが下げ,下げられなくてね、うん、人のだけ下げられるのを見ててこうあざ笑ってんのかもう,、うん、もう何とも言えない表情したよねうん 変質者に襲われた時はまず防犯ブザーをにじりつぶし次はお前だというかっけえあこれなんだっけあのー、あの子だよねえっ、ー、とブルース・リーに憧れてる男の子だよねブルース・リーになんか憧れてるっていうか尊敬してなんか鍛えてる子だっけこれ本物の筋肉ではないだろうけどねうん,んすごい子いたよねジョリア・ロバーツ主演詰まったと 詰まったトイレのドラマ「ペイイズバック」これはやばいこれはやばいこれは一番やばいこれ一番やばいわうんうんこれはすごい これ最後でいいかもしんないね。うん、多分これ一番の取れ高だと思う。いや、これはやばいわ。これは面白い。ちょっとやばいな。これマジで殿堂入りだわ。うん、これ後で保存しとくわ。これはやばい。これは超面白すぎる。ちょっと待って、やばい。次に行けない。面白すぎて。うん、ベンイークはうまいな。 ややばばば見見れるほどやばい次藤井聡太さん、えー、はい皆さんが静ま静かになるまで私三段商談しましたうんなるほどねなるほどねうんなるほどなるほど確かに、うん、あの授業風景ね、うん、先生が静かにはい皆さんが静かになるまで、えー、先生5分なんだっけ授業5分無駄になりましたみたいなね、うん うん、三段商談するってすごいね。あなるほどね。うん、世間が静かになるまでってことかな。うん、ジャイアンそれ誰のこと誰ほら、ゴーダ田ケシだよか。体のでっかいいじめっ子同級生で近所に住んでる。合田君、僕のクラスにそんな子はいないよ。いや、今までだっていたことがない。タケシうちにはそんな子いません。いませんよ。おかしな人。 ん,んじゃあなノビ太未来から来てたのはドラえもんだけじゃなかったんだようわ何これ何これ笑うとかじゃないよねうんまポ、あ、ボケてではあるのかなうん笑うとかじゃないけどすげえいい感じになってるねうんゴーンさんちょっとねこれはやばいわ いや、これ、ゴーンさんのあの変装の姿見た人じゃないと分かんないかもしれないけど。だいぶ縮事ネタだな。いや、1ヶ月も前か、でも。うん。うー、んうん、ゴーンさん、ゴーンさんね。うん、ゴーンさん。うん、カルロス・ゴーンさんね。うん。うん、トれたの。うんいや。あれすごかったからね、あの変装ね。うん。 なるほどうーんだいぶに酷似してますね日曜日なのに熱演しながら落ちてきたバカな息子うーん,うーんまかわいいに当たっちゃうかなこれは最も胸四展開にしたやつが優勝背中を任せたぜヤバくなったらチキンのごとく逃げな何を言ってるんだお前がいなけりゃ子供をスマイルにできないだろうあーうん まあ胸圧展開になりましたね案の定ね「除夜の鐘」なるほど頭打ちつけてるってことだうん,うん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 結構いい音なりそうだからねまたねうんうんこの この男の子もいい表情しててね、うん、面白い。はい、ひょっこりはん。え、誰おい。はい、ひょっこりはん。返事しろ。誰なのはい、ひょっこりはん。誰なのよはい、ひょっこりはん。うーん、ちょっと俺、俺が読んじゃうとな。もうちょっとテンポ欲しかったかな。うーん、多分ね、目読で読んでればもうちょっと早く読めたからね、ちょっともうちょっと面白くなったかもしれない。 うん、でも、はい、しょっこりはゃい返事しろ。うん、これう、ん、ちょっと面白いな。うん。じわじわ来るね。これじわじわ来るね。そしたら、雲の島があってさ、その島でのんびり昼寝した夢を見たんだけど、いや楽しかったな。雲の船に、きうん雲の船に雲の島だって、あははは。幼稚園みたいな夢だ。伸びたらしいや。幼稚園はあっちよ。 うーんこのね、このひどいパターン、伸びただけだな、さっきから。伸びただけの獣扱いされてんな。そういえば。うーんいいね。うん、危ない。面白い、面白い、面白い。いいね。留守番中に窓ガラス破って家に入るってことは、きっとご主人様とは親密な関係の人なのだろう,うん。ちょっとガードマンさんとか思い出しますけどね。はい。 あんま名前出さないでおきましょうか。ちょっと危ない人ですから。うん、まあでもあれは親密な関係ですね、うん。あれは親密な関係だからこそやったやつですけども。うん、まあ大抵は泥棒とかなんか、うんまあ、殺人まであり得る人でしょうね、うん。そういう時こそ守ってあげてっていう。車と電車いっぱい、交通情報が雑。ああ、そっちね。そっちで来るか。なるほど。 なんか交通渋滞みたいなこと言うと思ったら、交通情報が雑っている。うん、これ面白いね。ちょっと裏切られた感じで。裏切ってきた感じで面白い。うん、まあ、車いないけどね。うん。せーので好きな子言い合うって約束しただろうがいや、怒りすぎだろ。怒りすぎだろ、お前。 うーん怒りすぎ。それは怒りすぎ。まあでもみんなの前でね。記者会見かな。みんなの前です。何やってんだ逆に。みんなの前で好きな子言い合うって何してんだお前らうん。誰とだったか分かんないけど、この男。このね、白い服着た男の人かな。うん一緒にやってたの。人生で一番大事な日は2日ある。生まれた人。 生まれた日とかはどうでもよくて結局土日。ああ。ちょっと読みづらかったな。こういう感じのやつはね、ちょっと読みづらい。うん、でも面白いよ。うん。なるほどね。まあ一週間でだけどね。はい。よーい、どんどん行ったらスタート。これはちょっとやばいな。これはおもろい。これはおもろい。 うーん <laughs> いやこれもうまいなこれもうまいわいやどこからどこが出発点でどこに向かおうとしてたのかって気になるけどねうん全員四方八方に向かってるかなこれねあでもこっち側か右斜め手前側に向かおうとしてんのかなみんなうんすごいなうーん いやもう模範的だよね。用意ドンと言ったらスタートしてくださいのとんでもないことになった構図を書いてくださいって言われた模範的なね、イラストですね。あ、これで終わりか。うん、危なかったね。でもね、うん、これは危なかった。うん、笑ってもおかしくなかったよ。本当我慢しなければね、うん、我慢しなければ本当笑っちゃってるからね、これはね。うん。 いや、危なかった。いや、ここまでね、えー、私に負けずに耐えれた人はおそらくね、だいぶ、だいぶね、笑いに強い人でしょう。はい。まあ、私に勝てた人がいたらぜひね、コメント欄で教えてください。はい。えー、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。まあ、まだやるかはちょっとわかんないですね。ポケて、えー、非常に面白かったです。さあ、えー、まあね、あのー、よかったら、 えー、高評価、チャンネル登録などもよろしくお願いいたします。それでは今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。うん。うん。やっぱね。やっぱあれだね。うん。やっぱこれが一番面白いね。うん。これがお これはやばいわ。これはやばかったわベ。ベインズ、ベインズバック。はい。ちょっと見てみたくなりました。